もええ出航日和や。うち晴れ女やな。確かに天候は安定しているが、油断は禁物だぞ。魔物に襲われてナンパするのはもう勘弁願いたい。ほな、イーツンにはこんなとこでだべっとらんと、見張り頑張ってもらわなあかんな。カナボンもそう思うやろ。え、ごめん、聞いてなかった。やっぱカナボンもそう思ってはるって。勝手な意訳はやめろ。そうやってまた俺に面倒ごとを押し付けるつもりか。しゃあないな。ほなら今回だけはうちも付き合ってあげるさかい。男と女、愛の見張り番とシャレ込んでこ。ない、愛など断じてない。そもそもなぜ俺は行くことが決定しているんだ。そこからすでにおかしいだろ。ああ、イーツンは相変わらず空気読まれへんな。二人きりにしてあげよって普通思うやろ。ユナ、ほな、うちらあっちで見張りしてるさかい。魔物出たら呼ぶから、そん時はよろしゅうな。うん、ありがとう、ユナ。そろそろ終わる頃かな。ソニアの手術のこと？やっぱりずっとそのことを考えてたんだね。うん、ずっと考えてた。ソニアとナシのこと。俺やっぱりダメだね。ナシのことも全然分かってなかったよ。こんなやつじゃナシに嫌われて当然だね。カナタ、ナシは本当にカナタのこと嫌いだったわけじゃないと思う。ただ見ているのが辛かったんじゃないかな。いつも温かな場所にいて人に優しくできるカナタのことを。何も知らなかったからね、俺は。なのにみんなに優しくしてるつもりだった。守ってあげてるつもりだった。今ならわかるよ。あの修道院で本当にミゼラを支えていたのはきっとナッシュだったんだ。ナッシュが私を？うん、一緒に辛い現実を受け止めていたナッシュがいた。それはミゼラの救いになっていたんじゃないかな。そうだね、そうかもしれないね。だけどカナタ、これだけは言わせて。ナッシュも私もカナタに優しくしてもらって心が温かくなったのは本当なの。たとえ私たちの境遇を知らなかったとしても、その優しさに嘘なんて一つもなかったはずだから。うん、無知だったけど嘘だったつもりはないよ。
それを分かってたから、ナッシュも複雑だったんだと思うよ。カナタのこと、確かに嫌な部分もあったのかもしれないけど、全部が嫌いだったなんて思えない。だって、全部嫌いな人のことなんて助けないよ。自分の命を捨ててまで。表か裏じゃない。ゼロか百でもない。そっか。ナッシュも、そうだったのかな。ソニアにも、ほんの少しでいいから、俺のことを認めてくれる日が来るといいな。許せなくても、分かってほしい。そのために頑張るよ、俺。カナタなら絶対に大丈夫。私は、そんなカナタをちゃんと見てるからね。よし、ミゼラと話せて、ちょっと元気出てきたよ。ユナとイージスのところに行こう。見張り、手伝ってあげなきゃ。そうだね。行こう。ソニア、俺、頑張るよ。罪を背負ったまま、それでもまっすぐに。手間をかけさせないで。止まってられない。全身電撃あっただめ。ドカーン、テンペスト。気の見せどころだぜ。終わらせよう、俺たちの手で。限界を超える剣を吠えろ、雷神総評が。な、頑張ってこ。邪魔する奴、倒すだけ。全身電撃、あっただめ。ドカーン、テンペスト。ジギレス、ドテラエキ。手間をかけさせないで。連続。
炎よ燃え上がれ熱波天空陣最初遂げ天の嘆きザカレルリアのジュージレッジる生きて帰れると思わないことによし本気の見せどころだぜ止まってられないガンガンいっちゃうよ三息切れしそう容赦しない消えない傷を刻んで果てろリーサルペイン限界を超える剣を吠えろ雷神総評が日給ここにブドウがあるよなミキアブドウをこの樽の中で思いっきり踏みつけろお前くらいの体重がちょうどいいんだミキアミキアいや食ってんじゃねえよ踏むんだよかっそやり直しじゃねえかよめんどくせえいいか日給ここにブドウがあるよなもがきゃもがもがきゃもう食ってんのかよ話くらい聞けやるな魔物あれは何してるの日給にブドウへ感じに踏んでもらってお酒作ろう思ってるらしいわへえ、お酒ってああやって作るんだビシャスって案外物知りだねいいか日給ここにブドウがもぐもぐきゃもぐきゃはいてめえこの俺をなめてやがるな日給そっちがその気ならこっちにも考えがあんぜまさか塩焼きなのミゼラ、まだ非常食にするとは一言も言ってないよお前確か珍しいんだよなってことは売れば結構な金になるはずだよねキキャちょっとビシャスやめなよミッキュが怖がってるじゃないかそうよ。それに日給は売るわけにはいかないわ貴重な食料なんだからキュキュでもよ日給が高値で売れりゃその金でいい肉買えそうじゃねやむを得ないわ売りましょうないし売らないからもう日記をあんまり怖がらせないでよ大丈夫だからね日記君は俺たちの大切な仲間なんだからさっきから何を騒いでいるんだお前たちもう目的地は目と鼻の先だというのにえそうなの前を見てみろあのとてつもなく大きな影っておそらく城だ見渡す限り城壁が広がっているのだろう城壁って
あれが全部？すごい。トシミナは世界最大の軍事国家だ。その象徴たる城はまさに難攻不落を誇ると伝え聞く。難攻不落ね。そう言われるとぶっ壊したくなるのが人の性だよな。ちゃうわ、トガ鬼の性やろ。やめておいた方が身のためだぞ。重火器を中心に発展したトシミナの軍事技術はまさに世界最高峰。迂闊に乗り込めば消し積みにされるのがオチだ。うわぁ、やっぱり世界にはすごいところがいっぱいあるんだね。ミダスメグールのお城とはだいぶ雰囲気が違うね。ミダスメグールは古くからのしきたりや騎士道を重んじた文化で形成された国家だからな。トシミナとはある意味対極といえる。二国は名目上は同盟国ということになっているが、お互いのことよく思ってへんっちゅうのは子供でも知ってる話やな。つまんねえよな。気に食わないなら潰し合えばいいのによ。バカを言うな。そんなことになればそれこそ世界を二分する対戦になってしまう。戦争ってものだよね。なんだか遠い言葉のように思ってたけど、そんなことないのかな。ありふれた日常とは実は危うい均衡の上に成り立っているものだ。小さなきっかけ一つである日全てが崩壊する。そんなことにならないように日々勤めている人間がいることを忘れるな。うん、世界のために頑張ってる人たちは偉いね。およ、町も見えてきたわ。偉い賑わってはるわ。綺麗な町並みだね。色彩が豊かっていうか。ああ、それは多分絹織物のおかげやね。トシミナの絹織物は発色が見事で絶品やて有名なんや。へえ、そんなすごいんだ。かっこいいのがあったら俺も欲しいな。それは難しいかもしれへんわ。絹織物はいい品ほど高価やって聞くし。そっか、それは残念だね。俺たちお金ないし。金ね。金策さえあれば。お金を手に入れるには、キョキョ、いくらになるんだろう。キャッキャー！わ、ごめん、ニキュー、冗談だってば。今のは冗談じゃなくね。心の声ってやつやな。この町にニキュの安息があるといいな。気になる準備はいい？ドッカーン！テンペスト！癒してきた。嬉しい。
息切れしそう。受けてみろ。気をつける。おっ、これで本気でいくよ。灰になる準備がいい。よし、本気の見せどころだぜ。決着をつけるわよ。なんだか活気のある街だね。お祭りでもやっているのかしら。ちゃうちゃう、この街はいつもこんな感じなんよ。ユナがそう言うってことは今はお祭りなんだね。そっか、だからこんなに賑わってるんだ。そうだね、ユナがお祭りじゃないって言うならお祭りってことだもんね。へこむ。ユナ、狼少年という話を知っているか。もちろんよ。満月の夜になると狼の顔したおまんじゅう作ってまう職人さんの話やろ。なんだその一風変わった菓子職人の物語は。そうやっていい加減なことばかり言っているから今のようにしっぺ返しを食らって落ち込むことになるんだぞ。そんなこと言われてもへこんだのは嘘やからね。そこが嘘なのか。でもなんちゅうか、いつも素直に嘘を信じてくれたカナバンが巣立っていくような寂しさを覚えてるんはほんまや。大きくならはってお母さん嬉しおす。どの目線で物を語っているんだ。よし、じゃあ早速城に攻め入ろうぜ。なぜだ、どんな文脈でそうなった。あ、だって難攻不落なんだろ。んなこと言われたら落としてみたくなるじゃんよ。まったく筋が通っていない。やっぱ兵糧攻めやろか。腹が減っては戦はできへん言うし。てことは、突っ込んで敵壊滅させて飯奪えばいいんだな。斬新な兵糧攻めやな。それで行こうか。あんまりご飯ご飯言わないで。お腹が空いてくるじゃない。お腹が空いたの？ミゼラ、何か作ろうか。材料なら船旅で全部なくなってもうたやん。これが噂の兵糧攻め。なんて恐ろしい攻撃なの。そんな自作自演の兵糧攻めがあってたまるか。お前たち、新しい町に着いたからといってはしゃぎすぎだ。イージス、声が大きいよ。ほら、みんなに見られてる。私たちがトガ人だってこと忘れないで行動してよ。うかつやな、イーツ。下
イージスも反省してるみたいだし、本来の目的に戻ろう。確かこの町の図書館にキャスクについて書かれてる資料があるんだよね。それを読めばわかるのかな、キャスクの居場所が。何かしら手がかりくらい書かれてるとええな。またキャスクと戦うことになるのかしら。わからない。でももう一度会うしかないと思うんだ。ビジョンオーブを世界からなくせるのはきっとキャスクだけだから。じゃあさっさとその図書館ってのに行こうぜ。ちゅうても詳しい場所もわからへんし、まずは情報収集やな。そうだね、図書館について少し調べてみよう。ん？おや？あいつは？力っていこうじゃないの。ついに俺様の進化を見せる時が来たわけね。ほらおっさん、くだらないこと言ってないで働け働け。ドカーン！テンペスト！大事な用事の前だからな、サクッと済ませるぞ。テンショック！炎よ燃え上がれ！熱波旋風機！急げ！天の嘆き！可動撃！伊藤待たせてんだ。そこ、どいてもらうぜ。おっさん息切れしそう。はっ！決着をつける！スイッ！ガンガン行っちゃうよ。ちょっとローチロット。さあ急いでんだ。両天将が待たせたな、受け取ってくれ。見せる。ヘルスクロー！はぁ！全身電撃！吐きたため！ドカーン！テンペスト！覚悟！波動滅定！ついてこい。止まってられない。テンショック。炎よ燃え上がれ。熱波旋風機急げ。天の嘆き。マジンクルネンゾン。邪魔なものは切り捨てる。邪魔するやつ倒すだけよ。はっ、決着をつける。スイッ、ガンガンいっちゃうよ。全てはなくなった。ス限界を超える。剣を吠えろ。雷神ストーン氷河。
ニーよ。お前がさっきから俺のこと見てんだろうがよ。見張ってるんだから当然でしょ。いや、見張りって普通そんなガン見しねえだろ。もっとさりげなく見張れよ。ガン見してなきゃ何するかわからないんだからしょうがないでしょ。ガン見されてたら悪さできねえからやめろっつってんだよ。そういうとこよ。なんかお前、前にも増してふてぶてしくなってねえか。荒踏みのコーチ行ってからよ。別に、ただ私はもっと強くなろうと決めたの。彼方の尊さと正しさをずっとそばで守り続けるために。ああ、そうですか。そりゃご立派な子って。そういうあなたもなんか一段と開き直ってない？んなことねえよ。俺はずっと変わらず極悪人の戸川に三昧だ。確かにそうね。そうだろ。この人にだけは絶対に負けられない。彼方が悪の道に引きずられないように私が見ていないと。んだよ、言ってるそばからガン見しやがって。見張ってるだけって言ったでしょ。それにしてもみんなまだ戻ってこないわね。情報収集なんかにどんだけ時間かかってんだよな。つか、なんで俺は言っちゃダメなんだよ。あなたに単独行動させたら悪さするに決まってるじゃない。キュッキュッニッキュー。信用ねえね。つか、お前も単独行動止められてたじゃねえか。危険だって思われてるんじゃね。見て、日休、あの家の絹織物の窓掛け、とても綺麗だわ。話そらすな。ああ、ミゼラ、お待たせ。大丈夫？何もなかった？お帰りなさい、カナタ。少し寂しかったけれど、私は大丈夫だよ。うん、何にもなかったなら何よりや。ちゃんとミゼラとビシャスを見張っていてくれたようだな。偉いぞ、日給。キュキュッ。生むのが真打ちだったか。あれ、どうかしたの、ミゼラ。なんでもないよ。それで図書館のことは分かったの？ああ、うん。場所はすぐに分かったよ。ここから見えるあの大きな建物が図書館なんだって。さすが都市ミナの誇る巨大図書館やな。ご立派なもんや。しかし問題はその後だ。どうかしたの？迂闊だった。あの場所が王立図書館だということを失念していた。要は国が管理してる図書館ちゅうことや。入るためには王族の許可が必要なんやって。都市皆市民であっても、入館の目的や目当ての図書を記した書類を提出しなければ許可は下りないようだ。
それ私たちじゃ無理ってこと？だろうな。馬鹿正直に書類を出したところで通報されるのがオチだ。ならしょうがねえな。裏口から突破しようぜ。こういう時に生き生きするのほんま腹立つわ。裏口はあるだろうが、当然見張りはいる。そいつらをねじ伏せていくことになるぞ。それは、それはダメ。こんな街中で騒ぎを起こすやり方は良くないわ。それに見張りの人たちはただ自分のお仕事を頑張っているだけ。そんな人たちをねじ伏せるなんて正しくないやり方、彼方は選ばない。そうだよね、彼方。え？うん、そうだね。なんだよ、今までだって散々ぶっ潰してきたのに今更じゃね。そりゃ仕方ない時はいっぱいあったけど、穏便に済ませられる方法があるならそっちを取りたいとは思うよ。穏便にか。そんな方法があればいいがな。あるんだな、これが。え？あなたは？よう、久しぶりじゃねえか、健全男子。元気にしてたかい？はあ。かなた、この人。うん、この人。誰だっけ？覚えてねえのかよ！はあ、ショックだわ。まさか忘れられていたなんてよ。ごめんなさい。確かに見覚えがあるようなないような気はするんだけど。カナタが謝ることじゃないよ。カナタの記憶に残らないような人生を送ってきたこのおじさんが悪いんだから。え、ひどくね。はーん、怪しいおじさんが声かけてきてごっつ怖いんやけど。こらこら、人を呼ぶな。そうだぞユナ、確かにこの男は不審者だが、衛兵はこちらも困る。つか、お前本当にカナタの知り合いなのかよ。知り合いだったら証拠に金と食えるものよこせ。何その信頼に紐付けたカツアゲだよ。やっぱ知り合いってのは嘘か。者のおじさんがしつこくてかなわんのやけど。だから人を呼ぶな。どこかで見た覚えはあるんだけど。ああ、そうだ、ここにあるほうきを2本借りてっと。ほれ、これでどうだ。2本のほうきを顔の前で立てているが、
どういう意味だ。まるで鉄格子みたいやね。あ、そうだ、思い出した。ミダスメグールの地下牢で会った人だ。ああ、あの時のダメ人間さん。忘れててごめんなさい。ダメ人間さんで会ってますよね。いや、その質問のされ方、合ってるって言いづれんだけど。まあ、思い出してくれてよかったぜ。牢獄ぶりだな。健全少年に健全少女さんよ。なんや、ほんまに知り合いやったんか。うん、この人はミダスメグールの牢獄で一緒だった。オーレンだ。以後お見知りおきよってな。年皆の人だったんだね。でもじゃあどうしてミダスメグールの牢獄にいたの。まあほら、俺ってさすらいの伊達男だから。意味がわからないぞ。あっかん、初対面やけどうちもダメ人間呼びしたなってきたわ。いやー、しかしまさかこんなとこで会えるとは思ってもみなかったぜ。そっちも今まで苦労してたんだろ。なあ、仲良し小良しのトガビトさんたちよ。てめえ、おっと、警戒しないでくれよ。俺はあんたらを通報する気なんてさらさらねえんだ。むしろ力を貸したいって思ってる口なんだぜ。力を貸す、どういう意味だ。さっき偶然話してるのを聞いちまってね。あんたら図書館に入りたいんだろ。で、入れなくて困ってると見た。正解だろ。だったらなんだっつんだよ。回りくどい言い方しねえでさっさと要件言えっつな。実は俺知ってるんだよ、誰にも見つからずに図書館に入れる裏口をな。本当に？困ってる時はお互い様って言うじゃねえか。ここで再会したのも何かの縁だしな。ちょいとついてこいよ。悪いようにはしねえからさ。お断りします。は？俺たちにそんなことを教えてお前に何の得がある。正直に言って善意で行動する人間には見えないのだが。そもそもほんまに裏口なんて知ってはるん。なんや、うさんくさくてしゃあないわ。悪いがよ、おっさん。こっちは世界中を敵に回してる身分なんでな。うますぎる話は毒にしかならねえことくらい、よくわかってんだ。ひでえ言いようだ。そっちの少年も信じてはくれねえのかい。俺は彼方に近寄らないでよ、ダメ人間。あなたからは信じてはいけない人の香りがするの。
容赦ないね。ま、いいわ。俺は大抵酒場にいる。気が変わったら訪ねてきな。いつでも待ってるぜ。行きましょう、カナタ。ああ、うん。まったな。オウレンか。なんとも怪しげな男だった。あそこまでうさんくささの看板ぶら下げて歩いてるんも逆にすごい思うわ。ガナボン、お嬢、くれぐれも怪しいおじさんについてったらあかんよ。え？カナト？あの人、本当にただ怪しいだけなのかな？図書館の裏口教えてくれようとしただけなんじゃ。さっきも言ったが、そんなことをする理由が見当たらない。偶然再会した男が偶然耳寄りな情報を提供してくれる。あまりに都合がいいと思わないか？それは確かに思うけど。あの顔はほんまのことなんか言ってへんよ。絶対なんか裏があるわ。嘘つきのうちが言うんやから間違いないわ。そうか、それはすごい説得力だ。とにかくあの男を信用するのは危険だ。いずれ真意を確かめる必要はあるかもしれないが、今は不用意に近づかないことだ。そうだね、分かったよ。ああ、せずに行くぞ。全てを流す水の力を見せてやる。誰一人死なせはしない。僕の全てを今ここに。くらえ。流れを見切る。手は抜かないぞ。そこだ、クリアレストラット。立ちはだかるのなら打ち払う。ここに止めて、はい、定めを貫け、秘宝の刃、一撃必殺、エンデッドピアス。図書館に入る方法か。いっそ全部忘れてパーッと遊んでみるっちゅうはどうやろ。案外そっちのがいいやん。浮かぶかもわからへんよ。却下だ。お前は遊びたいだけだろ。にしてもなんか落ち着かねえ街だな。どいつもこいつも頭ん中お花畑って感じでよ。
的外れな苦情やな。血の匂いしてた方が落ち着くいうあんたの方が異常なん自覚しいや。確かに活気はあるが、よく見ると衛兵も多いな。事件のことを考えれば当然だが。事件？ああ、そっか。ミゼロは町の人から話を聞いてないから知らないんだね。実はね、数ヶ月前からこの町の人が魔物の被害に遭ってるらしいんだ。被害者は10人以上。皆、魔物に食われてしまったそうだ。いたたまれないな。凶暴な魔物が住み着いているってことかしら。そう思うやろ？せやけど、どこ探しても、そないな魔物見つからへんかったんやて。どこかに潜んでいるのか。狩りを終えたら、遠くの生息地に帰っているのか。いずれにしても、そんな状況下にあっても、市民が過度に怯えず暮らしていられるのは、国への信頼が厚い証拠かもしれないな。人食いの魔物か。ようやくこの街にも俺好みの話題が出てきたじゃねえか。言う思ったわ。全てを流す水の力を見せてやる。なぎ払い屈装一斉波動熱風解き放たれし不穏なる怒りの力、目の前の邪悪に裁きを。水俺に続け。僕たちなら大丈夫だ。さあ、行こうか。全てを今ここに。仏像がいい。架空像砕けて死ね。熱戦争止めて。はぁ、斜めを貫け。気泡の刃一撃必殺エンデッドピアス。油断せずに行くぞ。最後まで気を抜くな。すぐに終わらせる。覚悟。一戦愛の刃をここに。終わらせてやる。すべてを切り裂く。クルハ王朝団。せずに行くぞ。すぐに終わらせる。なぎ払う屈装一斉波動熱風解き放たれし不穏なる怒りの力、目の前の邪悪に裁きを。水を全て今ここに。立ちはだかるのなら打ち払う。僕たちなら大丈夫だ。さあ行こうか。仏像がいい。架空層砕けて死ね。熱戦争と刃をここに。止めて。流れを見切る。手は抜かないぞ。そこだ。クリアルストラット。全てを流す水の力を見せてやる。最後まで気を抜くな。最後まで油断をするな。気を引き締めてかかるぞ。これで終わりだ。ダーン
さだめを貫け気泡の刃、一撃必殺エンデッドピアス。カナタ、大丈夫？あ、何が？何か一人で考えているようだったから。全然何も考えてないよ。ミゼラの気のせいだってば。それならいいんだけど。そろそろ日が暮れるな。今日はこの辺りで宿を取るか。賛成。船旅に情報収集でうちもう足が棒になりかけてたんよ。ってことでビシャス、宿までおんぶしてってや。あ、やだよ、お前重そうじゃん、胸とか。重ないわ、失礼な。ああ、ユナの胸は丸々脂肪だろうからな。筋肉がない分、見た目より重さはないはずだ。いつんそんなにじっくり見とったの？むっつりスケベやな。なぜ重さに対して弁明してやったというのに。ってことで、むっつりスケベと同じ部屋はごめんやさかい、女子組は宿屋の2階使わせてもらうわ。お嬢、行こうか。うん。むっつりスケベではないぞ。むっつりスケベではないぞ。2階に向かって何必死に叫んでんだよ。むしろその様子が変態くせえよ。なあカナダ。え、うん、そうだね。カナダ、お前ひょっとして。え、何？いや、なんでもねえ。やっぱなんでもねえわ、マジで。俺は面白いことの味方だからよ。面白くなりそうなら何でも大歓迎だ。せいぜい頑張れよ。おお。みんなはああ言ってたけど、俺にはオーレンがそんなに悪い人にも見えない。話を聞いてみるくらいは大丈夫だよね。ここが酒場。オーレンはここにいるって言ってたけど。おう、やっぱり来たな、健全少年。オレン、昼間言ってたこと。ああ、うん、大丈夫、皆まで言うな。図書館への裏口が知りたいんだろ。本当に知ってるんだよね。当たり前だろ。年長者の言葉は素直に信じるもんだぜ、健全少年。なんかその呼び方恥ずかしいな。じゃあなんて呼べばいいんだ。カナタでいいよ。よろしくね、オーレン。おう、よろしくな、カナタ。
っちだこっち。ちゃんとついてこいよ、あなた。なんか町から遠ざかってる気がするけど、本当にこっちで合ってるの？急がば回れってな。若いうちから近道を覚えるとろくな大人にならないんだぜ。苦労して苦労して苦労を重ねた分だけ男ってのは渋みが増すもんだ。よく覚えとけな。そうなんだ、オーレンはいろんなこと知ってるんだね。多分お前さんの倍は生きてるからな。聞きたいことあったら何でも聞いてくれていいぜ。そうだな、例えば気になる女の落とし方とか言う。昼間一緒にいた中に気になる子いるんだろ。見てりゃわかるぜ。え、それはその、女に好かれるのはそう難しいことじゃねえよ。頼りになって安心感のあるでけえ背中、そいつがありゃ女は自然とついてきちまうもんさ。背中、背中で語れる男になれよ、カナダ。言葉じゃねえ、生き様で人を引きつけてこそ本物だ。なんかかっこいい。だろ？きっとオーレンの周りの女の人はみんなオーレンに夢中で何でも言うこと聞いてくれるくらいメロメロなんだね。なんかすごいな。ん？おう、まだ。俺もオーレンみたいにかっこよくなりたい。だからもっといろいろ教えてね。ええ、素直な男子は好きだぜ、俺も。飛ばすからね。誰一人死なせはしない。何払う。くそー、一斉波動熱風。終わらせる。強気に強暴落で今ここに吹っ飛ぶがいい。架空層砕けて死ね。熱戦争マリノリ刃をここに。よし、やるぞ。最後まで気を抜くな。全てを切り裂く。クルハ王朝団。俺に続け。アクアタンブレット、波動熱風。解き放たれし不穏なる怒りの力、目の前の邪悪に裁きを。さっさと片付けましょう。すぐに終わらせる。広く水を放らせてよ。
吹っ飛ぶがいい。架空層砕けて自然熱戦勝。飛ばすからね。うわあ、もう邪魔邪魔。僕の全てを今ここに。さあ、光の刃をここに。流れを見切る。手は抜けないぞ。そこだ、クリアレストラット。さあ、斜めを貫け気泡の刃。一撃必殺エンデッドピアス。これくらい。ずいぶん歩いたな。うん、でもいっぱい話せて楽しかった。オーレンって本当にいろんなこと知ってるんだね。俺すごく勉強になったよ。ここだな。喜んでくれて嬉しいぜ、カナタ。じゃあ最後にもう一つだけお勉強させてやる。人を簡単に信用しねえ方がいいぜ。生きてるか、カナタ。オーレン、どういうことなの？ミダスメグールが執行者の手を逃れたトガビトを追ってるのは知ってるだろう。それに協力してトガビトを捕らえて渡すとよ、結構な報奨金がもらえるんだ。そんな、それじゃ礼を言うぜ、カナタ。お前は俺の1ヶ月分の酒代だ。俺を騙したの？ひどい。なんとでも言ってくれ。罵声と引き換えに金が手に入るなら安いもんだ。信じてたのに。それがいけなかったな。お仲間が言ってただろ、うますぎる話には裏があるってのが世の常だ。何？今の声。もう一つ言い忘れてた。ここは魔物たちにとっても天然の餌場でね。落ちた人間はゆっくりゆっくりついばまれていくってわけ。ご愁傷様。そんな。死なれるとさすがに夢見が悪いんだけど、適度に弱ってくれると引き渡しが楽でいいね。俺としては。ってことでしばらくしたら迎えに来るよ。それまでごきげんよう。待て、オーレン、待ってよ。待てと言われて待つやつはいない。もう一つお勉強できたな。